英語のことわざ紹介します。今回紹介する英語のことわざは Wall have ears です。この英語のことわざ は壁に耳ありです。まあ、もちろん皆さんも日本語で同じような言葉聞いたことあると思いますけど、要するに、どこで誰が皆さんのことを見てるかとか聞いてるのかわからないから、余計な怪しまれるような行動は慎めということですね。まあ、この言葉が僕たちの現代社会にどういうふうに当てはまるのかというと、まあ、こんなに SNS が普及した現代社会、悪いことをしたらすぐにそんな話で広まっちゃうんですよね。だから、まあ、ずっと公明正大な人間で言い続けることって、まあ、僕たちは人間だから無理だと思うけど、その一方で、まあ、不必要に他人を貶めたりとか、傷つけたりとか、まあ、なんだろう、人格者とはかけ離れた行動をしていて、まあ、けどどうせ周りにはバレないだろうっていうふうに思ってても、そんな情報って、あっという間に悪事千里を走るで、自分の不評っていうのは広がっちゃうから、そして自分の今まで培ってきた立場とか、能力とかっていうのも、全部、まあ自分がちょっとした悪い噂とかで崩れ去ってしまう可能性もあるから、もちろんうぞうむぞうに嫌われる勇気を持つことは重要だけど、その一方で、悪いことをしても、それは絶対にバレないだろうっていうふうな思い込みは捨てた方が僕たちの人生のためだよということを僕はこの英語のことわざから解釈しています。ということで今回は以上。